皆様こんにちは。本日は金を稼げということで、金の稼ぎ方を教えてもらうかな。やっていきたいと思います。舞台は横浜ですね。さあ行きましょう。なんか矢印いっぱい出てるな。あ、ごめんね。お？工事現場。いきなり反応してますね。行きましょう。え？ああ！自動販売機の下を。いいものサーチまーす。え？ん？いいものサーチ。くそ、何もねえか。他の自販機も探してみるか。いいものサーチね。お、いいものサーチできそうなところがある。いいものサーチ。よっしゃー、5円ゲットだぜ。やりましたね。早くも55円。一通り近場を探したな。この調子です。もう少し探してみるか。これは順調ということですかね。どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。村長、紫好きやな。わけあって、お、撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。紫同士。はい。体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。これぞ、起きて。受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義、必ずお返しします。恩義？ヤクザか、お前。はい、ヤクザです。つい最近まで、いや、当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。ふん、何があった、話せ。18年も無所勤めした子分を打つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか。辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。うお、魚。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな。あ？入れ酒？これぞ、偉人上流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、
明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。うわぁ、眠い。撃たれた後散々寝てたじゃねえか。甘えてんじゃねえ。5時半起きやからね。そんなとこに缶ある？よう来たぜ、缶さん。缶さん？ナンバか。そいつが噂の新入りか。ああ、カスがあってんだ。いや、怪しいやろ、完全に。はい。どうも。言われたもんは用意しといたぞ。なになに？チャリ？おお。サブストーリー、ホームレス入門。なんだこれ。缶拾い用にこの人がカスタマイズした自転車だ。缶は二足三門。とにかく数を集めねえと金にならねえ。なるほどな。じゃあ俺は早速缶集めに行くぜ。ああ、わかった。サバイバル缶拾い。行きまーす。お掃除の時間だ。ん？なんだこの赤いの。あー、これぶつかったのかのやつ。ノルマを満たすとゴールが現れるぞ。はい。うわ、うわぁ、あれやばい、あと10秒しかない。やばいやばいやばい。やばい。ああ、ギリギリ。ざっとこんなもんよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ。掃除完了。B ランクなんや。あ、よし。新人缶拾い。お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えるよ。エコポイント？缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくてエコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。ずいぶん文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう。じゃあとりあえず換金してくれ。ほう、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。んじゃ、俺の
レクチャー代を差し引いて、ほらよ。せちがらいぜ。あと、エコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へい。ほう。俺んちはここの駐車場だ。活かしてんだろ。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャリならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ、母さん。また来るよ。レベル上がったの？いや、どこで魚手に入れてんの？どうだった？すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をご馳走してやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。何パン？なんだ。文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ。大好きなんだよ、これ。無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、茶葉の味だったんだ。茶葉の味ね。ほらよ。いただきます。きうめえ。面白いやつだな。来たぞ。今月は随分と早いな。集金屋？いや、しっかりヤクザ。今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前でまで。コトゥーゲ？なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン。偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえから。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな。俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れてろ。俺
俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。動くなと言われると動きたくなる。なんて嫌しませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。うまくやったの？ああ。ナンバー、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ。俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ！サマンじゃねえ。ちわーす。いやー。いやー、ごめんよナンバさん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか。だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあ、お前はかっこ悪いけどな。信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。やるか。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。やるんやな。止めねでくれよナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。うわ、軽いな。ナンバてめえ、何信号に混ざれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ、行くぜ。空き缶まだまだ拾うよ。調子乗ってんじゃん。見てろよ。後攻撃の K だ。いい喧嘩だったぜ。600円、高額マネー。強くなっちまったか。おお、ナンバさんまでランクアップ。てめえ、てめえ、俺がハンピンデューマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。
じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかはそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる。なんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア？あ、暇マフィアか。いや、おもんないおもんない。ふざけやがって。なんて日だ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで全てのもんじゃねえぞ。難波に絡むな。知る筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ティちゃん。ティちゃん。俺は横浜のことは詳しくねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろう。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り越えた上に、ホームレスからは帰り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか、大変だな、これ。貴様ら！なあ、てーちゃんよ。下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。よいしょ！今日のところは引き上げてやる。帰るぞ！そっか。じゃあ次は、なんか食いもん持ってきてくれよ。村長。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。怖っ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。マフィアと村長の間に何かあるね。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。そんな礼なんてやめてくれよ。よかったよ、鳩攻撃。お前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。めっちゃ褒めるやん。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？偉人さん？赤い靴開いてた。さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。
この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでな。じゃあ横浜清流会ってやつはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。清流会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。へえ、考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。マジ？でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃねえ。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。え？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして、まあ、誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。まあ、少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。いや、さっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ、すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだ。口で言ってくれりゃ分かるっての。何？は？何何？1万円。それ。やばい。覚醒。1万。え？ま、万札だ。あいつ万札持ってるぞ。満札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で満札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。え、いや俺は満札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきちゃん。
もう一生会えねえかと思ったぜ。なんか一枚光ってない？今綺麗にしてやっからな、待ってろよ。なんだこれ。どうした？裏が真っ白、おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノフォンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。に偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってれ、特に使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介こと持ち込むぞ。こいつを追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。的確やな。何のために。わかんねえよそんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバさん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろう。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。どんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行けや、なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあ、みんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。
ああ訳ありってことだろ、覚えてるよ。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ、うん、騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまようわなきゃなんねんだぞ。働くのをめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとけ。まあ、でもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか、ハローワーク。難波が仲間に加わりました。え、ほんまにハローワーク行くの？春日は傷の技強襲の極みを使えるようになりました。強そう。難波、じゃあこっからハローワークに向かうことになりますが、なんていうストーリーですかね。あ、この食案外エリアですか。ちょっと争いごと多いですが、まさかの難波とハローワークに行くという突拍子もないイベントが発生しましたね。まあ、今回はここまでということで、次回はハローワークを目指します。難波も前科持ちということでね、看護師で前科持ち、何をやったんですかね。てかすごいストレッチしてるな難波、やる気満々やん。まあ一番のね、熱いところに心揺さぶられるところはあるよね。で、なんか、外見るとなんか赤い点々がすごい動き回ってんねんけど、これもしかして絡んでくるやつかな？まあ、また次回も楽しみにしてください。バイバイ。